北九州中央郵便局は、福岡県北九州市小倉北区にある郵便局。民営化前の分類では、周廃普通郵便局であった。1872年に小倉郵便取扱所として設けられたのが始まりで、以前は JR 小倉駅前にあった。局舎の境愛と郵便物軽装体制の再編のため、東小倉輸送郵便局を統合する形で、 国立福岡県営福岡障害者職業能力開発校が移転した跡地に移った、ゆうちょ銀行熊本支店北九州市庁所を併設する。また、かつては、漢方生命保険北九州支店が併設されていたが、2019年10月15日付でガーデンシティ小倉に移転した。また、かつては、国立小倉病院内に南北方分室が設置されていたが、 1949年に廃止された。局舎を現在地に移転後、特立団地内に置かれていた小倉西郵便局の分出機能を廃止、吸収して小倉南区の特立、森常、南方、加茂地域を管轄下に収めるとともに、石原町、西谷の領収廃特定郵便局も参加に置いた。領郵便局の郵便現業部門は民営化に際し、 郵便事業を北九州支店の集配センター化して業務を配達のみとし、ポスト等の取り集めについては北九州中央局に集約の上で外部委託を強力に進めた。民営化見直し後も現地拠点は民営化前の状態には戻されず、民営化時に設けられた局内の仕切りは残され、日本郵便公式サイト内郵便物の 追跡サービスにおける取扱い郵便局名表示は、所在郵便局名ではなく、北九州中央郵便局と表示。両局関係の周廃臨時社員募集も、北九州中央局で行っていた。長期にわたり低廉な価格でサービスを維持していくため、全国規模で業務の見直しが進む中、北九州中央局でも2段階で、現地拠点廃止が行われることとなった。まず、 2015年9月7日に石原町局の現地拠点を西谷局内の現地拠点に移管し、西谷局が三谷地区の郵便物等配達を一手に担う形とした。そして2017年10月2日付で西谷局の現地拠点を廃止し、小倉南区における郵便物等の集配業務を北九州中央局と曽根局の2局に集約する予定である。 郵便番号 80X、4X エリアのみについて記す。対象となるのは、北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、倉手町、神田町と県の一般的地域区分とは異なる。ありがとうございます。